もうやんねえよパラノイドをやんない。あれ見た？島村さんのとこであれはね、だってリクエストした人が覚えてへんのだろうなと思ったけど、でもあれでもハンガーさんっていうことが判明したね。そうね、ちょっと違うんだよね。違うんだよね。そうだね。そうそうそう。はい、じゃあ第2部、よろしくお願いします。では、はい、いきますよ。はい、どうぞ。お願いします。ワン、ツー、スリで知らない人がいないっていうのをやります。いいですか？はい、これかっこよくない？ああ、そうか、センタローさん、そうか、これ何だろうと思ってたんですよ。かっこいいでしょ、センタローさん、センタローさん、なんでメガネが挟んであんの？はい、じゃあまた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 、うん、これ4枚あったの、うん、あれ、大丈夫、終わってますか？よし、じゃあいいでしょうか。はい、いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。
だん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 ね。来年はこう自作のフーガをやりたいもんだな。はい、じゃあ本日のメインエベントですね。次戦上のアリア有名なやつでございますけれども、まあ途中これもバッハ、まあ、バッハですよ、バッハばっかりですよ、バッハ、途中からね、途中からおやっとなりますけれども、これ全部譜面に書いたものなので、心配しないでください。じゃあ行きましょうか、はい。Thank you.
ね。ボビシエル海行きよかって。え？あ、あるね。あるやる？海のピーチ。あのさ、本当にさ、曲のさ、島田さんよくそういうダジャレみたいな曲を決めるよね。そうね。結構好きなんだ。いや、俺も好きだけど、俺も好きだけどさ。海難しいよね。かっこいいけどね。うん、いいよ、かっこいいの。難しいとこ全部やる。ね。海さ、三角所だったの。ん？三角所だったの。あの三角所、そうだよ。ドミクのフィーチャー。ドミクのフィーチャー。いや、しかしコード大変だよ、ドミシーバー。こんなになっちゃうよ、確かにギターでやると。まあ、そういうのもね、徐々にやっていきましょう。はい。ね、最初の練習したスタジオなんかね、ギターなくてもいいんじゃないですかって言ってたからね。いや、あってよかったよ。はい、じゃあ、はい、変わります。雰囲気変わって、じゃあスティングのなんでスティングかって言うのなんですけどね。はい、じゃあ行きましょう。行きます。1回で譜面が違う。違う。キーが違う。いや、山本さんと最初俺一緒じゃなかったよ。うん、新しいやつ。新しいやつ。うん、そうそう。じゃあ、まこちゃん、喋、うん、ってて。はい。なんでしょうね。これ、ね、なんかイギリス人だから、なんかなんだこれ。目玉焼きがこうやって食うとか、そんな歌なんだよね、これね。へぇ、そうなんだ。うん、そうそうそう。で、こう、イギリス人だから杖持って歩くみたいな。そういう歌なの？うん。あ、なんかね、あれですよ。うん、これのモデルになったのは、うん、いわゆる性的マイノリティな。コアラ、コアラじゃなくて。え？コアラじゃなくて。違う。コアラベルギー人。うん、そうそうそう。ベルギー人。あ、ベルギー人。あのイギリス人で、うん、そのまあちょっと詩人みたいな人がいるんですよ。ちょっとそういうね、人のをモデルにした歌。そうなんだ。らしい。イギリス人がニューヨークにいるってことよね。題名から。うん。そう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 。だから、まあつまりそうですよ。そのだけど、俺はイギリス人らしく生きるよっていう。その性的マイノリティのその比喩ですよ。ああ、なるほどね。よそのとこだけど、私はこう自分の生き方を、うん、いいの。なるほどね。じゃあやりましょうか。ちょっと感じると。え？はい。で、そういう歌で。はい。
じゃあ、はい、チャチャカ行きましょう。はい。感想曲、カバルギア。このジェットコースター並みの落差がそうですよ。我々の面白いですね。そうですね。あえてね。あえて。はい。じゃあ、お願いします。お願いしますよ。カバルギアね。はい。知らないよって言ったら、やっぱり何ですかって。そりゃそうだね、生まれる前だもんね。ダッチューのってみんな喜んでたね。殿方はみんなふって喜んでたんですよ。当時ね。下枝さんが特に喜んでた。ダッチューの。俺の先輩もすぐ喜んでた。100m 走ね。ね。行きますよ。ちょっと待って。はい。なるべく演奏以外のリスクを減らさないと完走できない。うん、そうなんだ、うん。本当にね。よし。なんかクラウチングスタートみたいな感じになってるけどさ。はい、じゃあ行きますよ。はい。行きます。1, 2, 3, 4.
ちゃってやったらとね、時間がね、あれですから。カナになってれば大丈夫。あ、そう。じゃあ行こうか。まあ、行くか。はい、じゃあ、はい、はい、100メートル走の後はゆっくり、はい、ゆっくりするやつですね。はい、あ、あれか、え、A スタート。そうです。はい、では、はい、木星を。はい。
じゃあ靴が鳴るをちょっと俺さ、ちょっと待って、俺あの同窓会バージョンのメーカー、うん、まあそうかもしれない。まあいいよ、いいか、まあ、いいよ、大丈夫、いい、大丈夫、大丈夫、うん、面がいっぱいあるからね、同窓会で入っておけばいい。そう、はい、じゃあ、はい、じゃあそういう今の若い人の知らない昔の曲をやります。ワン、ツー、いい曲だよ、いい曲だよ。
んまりね、これ聞く機会ないと思う、多分。戸川純が歌ってね。そうなの？うん。あの、しかめつらして？いやいやいや。あれ、妹の方か。妹さんは死んじゃったからね。死んじゃったから。しかめつらの方。そうです。そういうね、日本の、なんかね、美術の展覧会のために作った曲らしいですよ。へぇー。随分、もう40年ぐらい前。はい。じゃあ、そんな曲を最後にお送りします。ポエジーです。はい。じゃあ、ワン、ツー、ワン、ツー、はい。いきます。ワン、ツー、ワン、ツー。Yeah, one more.